日本で野菜作ったらうまいわけ、穀物作ったらうまいわけ、豚牛育てたらうまいわけ、日本の近海の魚うまいわけ。なんでかって、うちのニキビが日本列島という火山諸島を構成させたから。鉄分イコールうちの血、受精卵時代のうちの血が火山島、火山諸島、火山列島からは出てくるわけやから、その周辺の食材うまいわな。そこで工業生産したら生産性上がるわな。そんなうまいもん食うたら職人の腕は維持できるわな。外国は大した食材使えてへんねん。やら、これお前ら、何人の血すすってくれたのお前ら。ほんで日本人は優れてるやんか。お前ら今から血抜き出して死んだらどうだろう。お前らがね